皆さんこんにちは、ピアニストの及川浩司です。9月17日土曜日、サントリーホールにおきましてピアノリサイタルを行います。そうですね、ロシア国立交響楽団とのラフマニノフの3番と、チャイコフスキーのピアノコンチェルト、これは本当に心に残る、演奏会となりました。また僕の原点でもあるブルガリアソフィアで、ソフィアフィルハーモニーオーケストラとラフマニノフの2番のコンチェルトを共演できたっていうことはすごく自分にとって感慨深いものがありました。またリサイタルでも、僕の好きな曲をたくさん、皆さんの前で演奏できて、幸せな思いをいたしました。またそうですね、年が明けてからはピアノトリオ B で、いろんな街へ行って皆さんと、音楽を楽しめたこと、すごくどれもが思い出に残っております。で、まあ改めて20周年、そして21年目を迎えて、特にブルガリアに行った経験が僕にとって、新たな出発っていうものをすごく感じています。21年、これは21年というよりももう一度1年という初心に帰って、やっていきたいと思っております。まあそういう意味で今回、プログラミングも、考えさせていただきました。コンサートはブルガリアホールですね、ザーラブルガリアとブルガリア語で言うんですが、僕が留学時代よく足しげく通ってた、コンサートホールなのですが、そこで、演奏して、皆さんがスタンディングオベーションで、喜んでくださったこと、もう本当に演奏家冥利に尽きるということと、あとやっぱりこう、なんて言うんでしょう、その音楽をもう一度自分があの時いろいろ壁に当たったりいろんな悩みを持っていた自分がこう、なんて言うんでしょう、フィードバックしてくるというか、そういうことで、怒らず、もう一度いろんなことにチャレンジしていこうっていう気持ちになれたっていうことが、この20年ぶりの、ソフィア公演の大きな僕にとっての、意義だったと思います。そうですね、一曲おすすめの曲と言われると大変難しいのですが、僕は小さい頃からドビュッシーの月の光が大好きでした。ただコンサートで弾くという機会はあまり今までほんの数回しか、してきませんでした。なぜなのかって自分で思うんですけれども、何でしょう、僕の印象にちっちゃい頃に父親が弾いていた月の光がすごく頭にありまして、父は決してピアノがすごく上手なわけではないんですけれども、何かこう素敵な曲だなっていう思いがありまして、何かこうそういうのが、遠ざけてたのかなと、逆に。で今回月の光を入れましたが、その後に演奏する、アルペジオのための練習曲、これはまたその月の光とは違って、月の光も美しいんですが、もっと成熟したドビュッシーの、もう美の極み、そして、何か、そうですね、リズミカルなところがあったり、
聞いていて大変、まあ、出だしなんかは本当に美しい、曲なんですが、まあ、やっぱり練習曲とついてるだけあって弾く方は難しいのですが、これも僕は実は思い出がありまして、あの若い頃にコンクール受けてる時代に演奏した曲です。だから、そうですね、僕はドビュッシー、あんまりなんか僕とドビュッシーっていう作曲家があんまりこうあのファンの方たちはリンクしないかもしれませんが、うん、実はあのドビュッシーは好きな作曲家の一人です。そういう意味で今回あのこの月の光アルペジオのためのエチュード、は大変あの自分も思い入れのある曲なので楽しみにしていただきたいと思います。今年のプログラムはですね、ショパンの若かりし頃、片思いをしていたラルゲット、ショパンのピアノ協奏曲第2番の第2楽章ラルゲットや、別れの曲、月の光、有名曲がたくさん並んでおります。カンパネラもそうですし、そして、何よりも自分が21年目を迎えまして、やっぱりピアノという楽器、ピアノの持つ魅力、ピアノの音の美しさ、ピアノの持つピアニストがするなんて言うんでしょう、名人芸的なもの、そういうものを、皆さんにお届けできたらなと思っておりますので、ぜひ楽しみにしていてください。それではご来場を心からお待ちしております。